はい。どうもみなさん、こんばんは、じいです。本日はこちら、インソムニスエクスペリメントというゲームをね、遊んでいこうと思います。皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいです。えー、ちなみにこれ、どういう意味全然 <laughs> 意味がわからない。インソムニスエクスペリメントってどういう意味なんですかわかりませんね。えっとね、今、ゲームの概要欄を見てきました。ロシアの睡眠実験のクリーピーパスタからインスピレーションを得たもの。 えー、1940年代後半のロシアの研究者は実験用のガスベースの興奮剤を使用して5人を15日間覚醒させたえー、興奮剤を使用して5人を眠らせなかったってことですね15日間すごいね、えー、施設を探検し何が起こったのかそこに何が残っているのかを突き止めるうんまあそういった感じのゲームみたいですねえー、約2週間人を眠らせずに起こし続けた という実験。なんなんでしょうね。人生おかしくなるよね。人生おかしくなるというかね。2週間起き続けるってもうわかんないよね。どういう状況になるのか。どんな感じなんだろう。頭おかしくなるよね。<laughs> うん。あ、それのことを書いてるんだろうね。これは。うん。で、その施設を見に行って、え、何が起こるかを見ろってことだね。おじい。 何がああ、っったかを見ろってことおーおーおーあすごいねえー、これ扉かなあ扉っぽいねここ今入ってきたあーいや気持ち悪い白黒なのかモノクロっぽいけどあでも木は木の色だな白と黒を基調にしているってだけかなるほどああなるほどこれなんだレントゲン写真かな下のこの絵怖いね まあまあリアルだね。動きはね、すごく滑らかです。うん。滑らかに動ける。なんか怪しいもの見ていきましょうか。ゲーム自体はね、10分程度のゲームらしいですね。おお、なんか聞こえるね。聞こえますかなんかウイーって言ってますね。ウイーって言ってます。いや、ウイーとは言ってない。<laughs> ごめん、適当に言っちゃった。あそこになんか光があるね。 目のように見えるけども、も普通にライトだよな。これ何なんだろう？どういった施設なんだろうね。ちょっとまた分かりそうだったら注釈入れておきますけども、クリーピーナッツという実験かなんかって書いてあったね。何なんだろう？どこに行けばいいんだ？うん。またレントゲンだ。これカード怖いね。ああれ、行き止まりだね。何だ？ これは何ドクターはいはい15日間うん、まあ、興奮剤でまあ起こしていたみたいな感じかな今のえー、っとこれが喋ったんだよね今ね喋ったというかなんかアイテムを取ったりとかする感じでもなさそうだねウォーキングシミュミレーター的なゲームなのかな歩いて歩いてあ ここ開いてるさっき閉まってたねここの扉なるほど一つずつ見ていくあまた何かあるね一つずつ見ていって扉が開いていって先に進んでいくとこれだなん次は何 ?5 日後あ5日経ってうーんなんて書いてあるのかなうん わからないね。一応、役入れときますね。何かわからないけど、一応ここの扉も今開いたのか。うわー薄気味悪い。気持ち悪いね。あと、右と左がありますね。さあ、こっちの方が狭そうなんで、こっち見てみようかな。ああ、いや、んなことないな。奥があるな。左は、ベッドがあって、えー 何もついてないこれ何なんだろうねわからないあこれ扉壊されてんだここについてた扉が外されてる感じあーなんかコンクリート打ちっぱなしでただ木の板を打ち付けてるだけの建物ですね寒いだろうねここ怖いすごく気味が悪いですねただ雰囲気はすごくいいですよ すごくいい感じの。ああ、こっちもあるなー。うわ、どっち行くべきだこっちは部屋かなこれも見とこうか。急にドーン、バーン、ワーはやめてね。怖いから。それはそれで醍醐味だけども。扉の後ろもなんもないね。はいはい。ただ部屋があるだけ。じゃあ、こっち行ってみようか。この奥、見えそうで見えないね。こっちもなんもない。 ただ、なんか掘り抜いたような感じだね。うわぁ、なんか音楽が不穏だね。いや、薄気味悪いよ。わあなんか出そうじゃん。<laughs> なんか出そうなんだけど。あ、またこれがあるね。これ聞くのかな ?After nine days. ああ、9日経ったっていうとこかな。はい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 。まず喋ってるね。うん。なんだろうね。まだ意味はちょっとよくわからない。まあ、編集するときに意味がやっとわかる感じかな。ただ薄気味はずっと悪いね。とにかくこの実験場で何が起こったのかを調べないといけないってことだよね。ってことは今の 言葉読めないとわからないよね <laughs> まあこの辺はね感覚で楽しみましょうホラーゲームは感覚でも楽しめる素晴らしいゲームです素敵ですねホラーゲームって素敵だよねここにまたレントゲンこのレントゲン写真はあんま意味ないのかななんか意味あんのかなわからないねただ奥へ奥へ進んでます 今の場所には何もなかった聞けるようなものもなかったあないねうんじゃあ進みましょう走ったりとかもできないしゃがんだりもできないねどうもこれはうんできないっぽいただただ歩いて見ていく一番怖いやつだねうーん何も抗えないお開いたねさあ次の部屋に来たのかな なんかなんだろう実験場というかちょっと拷問部屋な何か言ってる牢屋だねここにいるっぽいな今喋ってる人でも何も見えねえな すごい薄気味悪いんだけど <laughs>。見たくないけど。でも、なんだろう。見ないといけないよね。ああ。あの人には会えないのか。生きてるってことかな。その15日間経って。 今僕はこれ15日目に来てるってことそれとももっともっと後そんな実験があったよだから調べてきてねの人あ、またあるね。うん。3モア r e d それからさらに3日みたいなことうん。 この全くわかんねえ英語を読めるようになりたいね <laughs> ごめん願望言ったただ単純に願望を言いました今。まあでもこういうゲームってね言葉がわからなくてもちゃんと楽しめるのがいいんだようわ怖いあそこに唯一赤色のものがあるなここの扉は開かないね あ、こっち行けそうちょっと待てよ。じゃあこっちも見とこう。このバルブはうわ黒の中の赤ってすごく気持ち悪いね。何か動かしたりできるわけではないのか。なるほど。こっち行けるわけでもないしただ壁にこの白い布が置かれているだけだね。じゃあこっちか。うう薄気味はおっとこれ中見えるね。 なんか見えるけど、別に何もないね。なんだろう。よくわからないぞ。こっちはすごく石の疾患とかが気持ち悪いね。あ電気ついてる。ちょっと明るいね。あ電気ついてるね。これはなんだろう。その興奮剤が入っているドラム缶かな。あまたあった。 ナースあ声が変わったねショット何？待って、あ、待ってガス漏れしてるえー、ちょっと待ってえっと、さっきまで喋っていたのはドクターって言ってたよね今のはナースだから看護師さんが喋り出した で、なんかわかんないけど、ガスが出てきた。なにこれ。やばくないえ、死んじゃうのかなえ、ちょっと待って、これ時間制、あ、待って、死んだいえ、違う。なんだなんだなんだ、う、怖え顔やべえの出てきたな。え、待って。あ、待って、走るようにあったけど、これは、は走って逃げろってことか。なるほど。ちょっと待って、一回やられてみたい気もするけど、これ、やられるとかあんのかな なんだえこんなの聞いてる暇あるあれ僕今どっちから来たっけこっちから来たよねこれなんだどっか隠れるのかわ分からないぞロッカーに隠れるとかある ヘッドバイデイライト的な。あ、待って、電気消えた。待って、待って、待って。え、待って。前にいるね。これ、ちょっと、行っていい行っていい一回行ってみていい何、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 何あ、消えた。えあ、割られてる。あ、中にいたんだ、ガラスの中に。っていうことは、それを飛び出して、 っていうか逃げ出したってこと怖いんだけど。なんか目がランランとしてて、歯剥き出しで、ちょっと皮が薄、あれこんなとこあったっけま、めちゃめちゃガス漏れてんだけど。やばくない僕大丈夫なのこれ。逆に僕すげえ。あ、隠れれるぞ。隠れろってことだな。えー、いい。初めていいよううまいこと使いましたね。インタラクトしましたね。これ、 懐中電灯消した方がいいんじゃないあ、なんか来てる。んえ、待って。出ろって言ってる。今近づいてきてたのに出ろって言ってるバカなのかな <laughs> なんだこれ出ていいの出るようじゃん。出たよ大丈夫なのあ、これさっきのあの、<laughs> 何なに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 うっけ耳元から聞るなんか見えないねなんか見えないなに本当に見えない見えないねなになに怖い待って閉じ込められてるんだけどあ、なになに薄気味悪い。気持ち悪いなにどうしたらいいのどうしたらいいのえ行き場所ないんだけど声は止まったなあ なんだどうしたらいいのもう寝るもう美咲よく寝ちゃう何これこっちで寝るどっちでもいいけどあ何キー,ーキープカッティングうわ <noise> ダメ ダメ <laughs> <laughs>、ね、今の脅かし方は。飛び上がった、今僕。<laughs> めちゃくちゃびっくりした。サンキューフォアフレイング家こちらこそどうもありがとうございました。<laughs> えー、楽しめました。はい。というわけで、本日はこちら、インソムニスエクスペリメントというゲームでね、遊ばせていただきました。まあ 当然見て、えっと、英語がわからないとちょっと意味がわからないんですが、えー、ゲームとしてはすごく楽しめました。<laughs> すごく薄気味悪い雰囲気でしたね、えー。最後のあの衝撃はダメね。うん。心臓キュンってなったもん。心臓キュンって。えー、相当怖かったです、まあ。皆さんも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。 はい。えー、楽しかったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。コメントもね、たくさんお待ちしております。というわけで、おじいでした。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねバイバイ